ごご紹介ありがとうございますあの医薬品医療機器総合機構の西村と申します本日はこのような発表の場を与えてくださいました関係者の皆様に厚く御礼申し上げますまず本発表は、まあ、発表者の個人的見解に基づくものであり 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の公式見解を示すものではございません。え本,日本日の内容は、まあ、ICHS3A の、えー、ガイドラインの Q&A に関することなんですがまずは簡単に毒性とは何,何でしょうかというお話。で続きまして TK、まあ、トキシコキネティクス評価の重要性についてお話しし、えー、3つ目に、えー、Q&A の、えー、方についてお話ししたいと思います、そして4つ目に、えーまあ、マイクロサンプリングの使用に関して、で実際にあの諸外国においてどのように利用されてきている、まあ、利用状況等についてご紹介し、まあ、最後に、えーまあ、まとめとしたいと思っております。 でまず、一つ目の毒性とは何でしょうかということとででございますますず毒性とは何でしょうか、まあ、これは、毒性の素であるパラケルススがえ以下のように述べております。すなわち、すべての物質には毒性がある。毒性のないものはない。容量が、その容量が毒か薬かを区別する。まあ、この言葉っていうのは、毒性の本質をまあ数百年前に あのかいあのおっしゃっていることではござ,ございますが非常に本質をついていることではないかなというふうに思っておりますでえっとまあ毒性を弱気するものとして私たちの身の回りには多くのものが存在しておりますで自然界には毒動物毒であるとか植物毒鉱物毒などの天然物質が、まあ、多く存在しておりますし人間社会には 人間世界には、まあ、人の生活を豊かにするために開発された、まあ、食品添加物であるとか農薬、あと本来なら人が摂取することはない、まあ、工業用化学物質や、まあ、環境汚染物質など、まあ、人に作用するさらにはま人に作用することを目的として開発された、まあ、医薬品と、 まあ非常に多岐にわたる膨大な数の物質がまあ世界には存在しているということになります。これはあの日本のえ化学物質管理に関する法令の一例を紹介したいと思います。日本におきましては日本における化学物質の管理に関しましてはまあ一般的な化学物質に加えましてまあ環境汚染物質。 食品添加物、農薬、医薬品等、まあ、用途に応じて関連する法,法令においてそれらの化学物質が管理されております。これらの化学物質についてですが、例えば環境汚染物質であれば環境経由で、まあ、意図せず摂取されるれ、ね。食品添加物や農薬については、 まあ食品を摂摂取取するる過程で副次的に摂取される医薬品については目的とする効能を求めて意図的に摂取するという具合に化学物質においてまあ意図的であったり非意図的であったりまあそういった感じで化合物,物がまあ口の中に入るということになるかと思います。 そのため、まあ、用途が異なる化学物質についての、まあ、毒性の捉え方というのも若干異なることになります。医薬品は意図して積極的に摂取するものであるためたとえ生態影響があったとしても有益なものについては許容,許容していき有用でないものについては、まあ、悪影響、毒性として判断するすなわちリスクベネフィットの考え方が適用することになります。 これは先ほど申しました、えー、医薬品の例でございますが、まあ、簡単にご紹介したいと思います。これはあの日本で発売されている、まあ、発毛促進作用を有するミノキシジルの例でございます。本成分はまあ当初全身適応薬として血圧低下を目的に開発されておりましたが、まあ、毒性として多毛症が認められておりました。 で開発者は、まあ、多毛症の発言、まあ、経緯は分かりませんけれども、まあ、多忙症の発言に着目し、今度は局所適用、まあ、経費剤として本成分の開発をスイッチし,していき、まあ、最終的に発毛促進剤として承認さ,承認されていった例でございますで。このように医薬品は何を目的にするかによって、 まあ、発言する作用の捉え方が間、まあ、違ってくるということになります。ですなわち、まあ、毒性と薬効というのは表裏一体であり、医薬品の開発においては、まあ、どのような効能を目的として、どのような患者にそれを投与していくことになるのか、まあ、リスク・ベネフィット・バランスというのが非常に重要になってくるということになります。 続きまして2、えー、つ目のトキシコキネティクスの重要性になりますこれはあのさえ先ほどの演者の先生から詳しく説明がありましたがあの、えー、簡単にご紹介したいと思いますトキシコキネティクスの目的は、まあ、毒性試験において化学物質を投与した、まあまあ、化学物質を投与した際の全身曝露を評価するということが まあ、一番の目的になります。具体的には、まあ、各種毒性試験において、えー、薬物を投与して、まあ、目的のサンプリングポイントで、まあ、採血をし血中濃度を測定することになりますで一つの目的はその薬物が体に入ったということを示す暴露証明にもなりますが、えー、タイムコースをと、えー、ってポイントを で採決していくことによって、まあ、CMAX や AUC 等が求められることになりますで得られた結果については、まあ、線形性であるとか、まあ、得られた毒性試験の成績と絡めて毒性との関連性っていうのが評価考察,考察されていきますまたその TK のデータっていうのは例えばあの動,物動物種の選択であるとか 実際に本試験を実施する際のまあ、容量設定等に利用されたりまあ、その利用は非常に多岐に渡ります。で、また得られた動物での暴露っていうのは、まあ、人におけるリスク評価にも、えー、用いられることになりますので、その tk の有用性っていうのは非常に大きいと考えております。 これは、毒性評価における、えー、考え方なんですけど、あれ、ごめんなさい、毒性評価における毒性の考え方ですが、えー、まず、あごめんなさい、毒性評価における、えー、TK の考え方なんですけれども、えー まあ、ハザードアイデンティフィケーションによって、まあ、毒性をつかんでいくとそしてその容量反応性を、えー、評価していくことによってその毒性が、まあ、どこまで投与したら安全でどこから投与すると、まあ、毒性になるのかということを、まあ、容量反応性をつかんでいくことになりますでこれまで TK の考え方がないときにはこの それ,をそれに基づいて人のリスク評価、まあ、あのを行っていた部分もあるんですけれども TK の概念が導入されてきたことによって血中曝露に基づいて人のリスクをあの、えー、評価していくということに使用できることになりましたこれはあの、えー、っと曝露評価の一例になりますが、まあ、例えばラットとサルの 反復投与毒性試験を実施した際に、まあ、容量ベースであるとか、体表面積換算で、まあそのまあ、比較していくことになるんですが、まあ、これではあの例えばですけれども、ラットの無毒性量が100で、サルの、えー、無毒性量が50であったと、まあ、容量ベースであれば2倍だし、体表面積換算で比較すると、まあ0倍であるというような状況なんですけれども、 例えば、血中暴露を測定することによって血中暴露を測定することによって体内に入った薬物量を比較することで量的にはまあ10倍の差があるんだというような状況も場合によってはあるかもしれないかなというふうに思います。ですので、えーまあ、TK というものは実際の毒性の、えー 成績が、まあ、どのような危険物質の暴露によって,生じ,て生じたものなのかということを指し示す意味でも非常に重要になってきますし実際あの臨床での、えっと、臨床での安全域を比較する上でも非常に重要なツールになってきているかなというふうに思います。 これは CTD の概念図ですが、まあ、毒性のパートは2.66、まあ、2.67にその情報が記載されることになります。2.67のな中身ですけれども、えっと、最初に毒性のオーバービューが来て、でその後に TK に関すること、毒性試験に用いた被験物質、 で実際の毒性データというのが次に進むのですけれども、あのまあ、並びから言うと、例えば、非験物質よりも、まあ、TK に関する情報の方が早く出てきているというようなことからも伺います通り、やはり毒性試験というのは、やっぱり TK というのが非常に重要だなという印象を持っております。すなわち、あの毒性試験というのは、 まあ、GLP 試験であの、まあ、通常実施されますが、その毒性試験の、まあ、毒,性毒性がきちんと評価されているということを証明するためにも、まあ、TK データは重要であり、まあ、その裏付けとなる分析法のバリデーション、まあ、こういったものを通じて、まあ、人のリスク評価に資するデータになるというような考え方になっておりますので、まあ TK データというのは、独性試験をサポートする意味でも非常に重要な位置づけかなというふうに思っております。で、3つ目の、えーまあ今日の本題になります、ICHS3A の Q&A に移りたいと思います。 まあこの QA はまあどういう、何の QA なのかと言いますと、基本的には ICHE の S3A というのがまあトキシコキネティクスに関するガイドラインなんですけれども、この QA というのは、マイクロサンプリング、すなわちあの微量採血を通じた TK 評価に基づくあの基本的な考え方をお示ししようという。 ののが、まあ、こ Q&A になりますで背景を申しますと、まあ、従来の TK 評価というのは、まあ、例えば200マイクロ以上の採血が必要であるで下種類を用いた毒性試験で TK 測定をする場合は、まあ、サテライト群から採血する必要があったという具合に、まあ、採血量としても、まあ、多い200マイクロ、まあ 例えば200マイクロ以上である、まあ、量的に多い量ですし主,、まあ、主群独性試験の主群ではなくてサテライト群を設けて TK 採決を実施してたというような背景にありました、まあ、しかしながら、まあ、TK ガイドラインが1990年に ICH の S3A として、えー、とステップ4に到達しておりますけど、まあ、それ以降 まあ測定機器の分析感度がまあ向上したことによって、まあ、マイクロサンプリングすなわちあの微量採血をす用いて TK 評価を実施するということがまあ技術的に可能になってきたということでございますでそれに、まあ、いわゆる微量採血することによってどういうことができるのかといいますと、まあ、サテライト群ではなくて主群から TK 採血、TK 評価のための資料を採取し、すなわち、まあ、毒性評価する群から直接サンプリングすることができますので、まあ、毒性と TK との関係性、まあ、1対1で評価することができるようになってきたということでございます。でまた、まあ、ICH では、まあ毒まあ、動物福祉、すなわち 3R ですね。 まあ、リプレイスメント、リファインメント、リダクション、まあ、こういった考え方が推奨されております。まあ、そういったあの、いわゆる技術の進歩と ICH の,あの方向性というのが一致することによって、この ICHS3A、QA のガイダンスがト,ト,ピックさトピック化されたということでございます。これは 本 Q&A の ICH での活動状況になります。2014年の12月にこの Q&A がトピック化されており2016年5月にステップ,ステップ2に到達、まあ、各局でパブリックコメントが募集されております。で最終的に2017年の11月に ステップ4に到達し、まあ、その後各局で通知等が発出されるに至っておりますあ。これは ICH のステップ4の文章になります。では、マイクロサンプリングってどういったものなのかというのをちょっと簡単にご説明したいと思います。これは、 右の方にキャピラリーサンプリングといいまして、まあ、あの細い管に血液を採取,する、まあ、採取したものでございます。で真ん中はドラ,イドライブラッドサンプリングとい,、まあ、いわゆる DBS と呼ばれるものでございまして採血した微量な血液をいわゆる紙に吸い込ませまして、まあ、それをあの資料として用いていく技術になります。まあ、こういった 微量の採血を通じて tk 評価を実施していこうというのがマイクロサンプリングになります。これは日本の島津製作所でえー、っとまあ、開発されている機械ですが、まあ、いわゆるサンプリングから実際に資料を用いていくものについてまあ、機械が一体化し,し,しているようなものもあるんです。けれどもまあ、こういったいわゆる。 ハードの面での開発も進んでいるということでございます。ではあの、S3AQ&A のステップ4のドキュメントの方についてご紹介したいと思います。構成はまあ条文から始まりまして、1つ目に証言及び適用範囲、2つ目にマイクロサンプリングの適用に関する基本的原則、3つ目に 安全性評価への影響4つ目に生態資料中薬物濃度分析法に関する課題ということで大きく4つの項に分かれており各々のの複数の Q&A が設定されてまして全部で7個の Q&A が作成されているという状況でございます。 1で一つ目の Q、えーえー、ですけれども、まあ、マイクロサンプリングの定義は何でしょうかということでございますで。解説では、マイクロサンプリングの定義としては、まあ、薬物やその代謝物の濃度を測定し、TK パラメータを算出するために必要な、まあ、いわゆるごく微量な血液を採取する手法というふうに定義されております。 で一般的には50マイクロ以下の採血を、まあ、定義上は指しているということになります。で対象とするマトリックスですが、まあ、血液、血た血清、またまあ、液体または乾燥状態で輸送保管され、まあ、それに続く測定に、まあ、それらは使用されることになります。で本 QA においては、まあ、非血液由来のマトリックスは、まあ、適用範囲外であるということは記載されてございます。2つ目の Q でございます。マイクロサンプリングのベネフィット利点は何でしょうかという問いでございます。で解説では、まあ、回答として、えー まあ、2つ大きく記載されておりまして、1つ目は、まあ、先ほど背景の部分でもご説明したんですけれども、まあ、採血量をさ、まあ、少なくすることができるということが1つ利点でございます。ですので、まあ、動物の、まあ、痛みや苦痛を軽減することができる、いわゆる 3R の1つを、あのー、に貢献することができるということでございます。でまた あの採血量を減らすことによって、T サテライト群ではなくて、例えばそれを主群に組み込んでいくことによって、まあ、動物数を減らすことができるということでございます。でえっと、この Q&A の中には、まあ、マウスについても書かれておりまして、で後であの、 えっとベネフィットデメリットのところでもちょっとご紹介したいと思いますが実際マウスにおいては、まあ、マウスに関してはまああの例えばあの現状サテライト群を設けたりすることによっていわゆる主群よりも多い動物数が、まあ、サテライト群で必要になってくるケースというのが多々あると思うんですけれども、まあ、それを あの例えばマイクロサンプリングをすることによって、まあ、主群から抜くかどうかは、まあ、ちょっと目的にもよるとは思いますが、まあ、仮にサテライト群に導入したことによってもすることによってもかなりの数のサテ,サテライト群におけるマウスの数っていうのがあの削減することができますので、まあ、そういったことで、まあ、マイクロサンプリング導入のメリットっていうのは大きいのかなっていうふうに思っております。 2つ目のまあ大きなベネフィットなんですけれども主、まあまあ、群で TK 用の採血が実施できるということでございますすなわちまあ毒性と TK データとの関連性を同じ動物で評価することができますので,で今まであのまあひげ、まあ、下種類の場合はあのー いわゆる TK データはあくまで TK データであって、実際に本当に毒性を反映しているのかというのは、そこまであの、えっと、1対1で評価することはできなかったんですが、まあ、そういったことも可能になってくるということでございますで。次に進みたいと思います。Q さんですが、では、どのような医薬品および安全性試験に、 まあ、マイクロサンプリングを使用できるのかということですが、えー、QA ではまず医薬品の種類としては、まあ、バイオ医薬品を含む医薬品の大部分について使用可能である旨が記載さ,されておりますでただしマイクロサンプリングによって、まあ、利用可能な少量な資料でも、まあ、測定法の感度が、まあ、適切であるかどうかを まあここの事例で検討すべきであるすなわちマイクロサンプリングに耐えられるだけのえと測定感度等が十分あるのであれば基本的にはバイオ医薬品を含む医薬品の大部分に適用可能であろうということにございますでじ、まあ、使用できる安全性試験の種類ですが、まあ、これもさまざまな毒性試験に使用できる旨が記載されております 例えば、単、ま、回、あ、試験であったり、反復投与毒性試験であったり、他の毒性試験、例えば、がん原性試験であったり、生殖発生毒性試験、洋弱動物試験を用いる試験、まあまあ、要するに、まあ、ほぼいろんな毒性試験に利用できる旨が記載されております。九の4です。 では TK 試験にマイクロサンプリングを適用する場合の注意点は何ですかという9になりますで、まあ。ここは分析に関わることがまず最初にきておりますで。マイクロサンプリング技術を導入するため分析結果の信頼性を保障しうる生態資料中薬物濃度分析法の開発及び的確化、 がなされるるべきであるという点、まあ、要するに適切な分析表バリデーションがなされないとダメですよということでございます、まあ、ただこれはあのマイクロサンプリングに関わる関わらず、まあ、従来法の、えーと T まあ、採血に,に,に基づく TK 測定においても同じかと思いますので、まあ、基本的には バリデーションが重要ですよということが記載されております。で、まあ、評価する項目としては、まあ、LLOQ であったり震、まあ、度、精度、まあ、保存場合に希釈に用いるマトリックスの効果および資料採取保存および全処置のすべての期間における生体マトリックス中の分析対象物質の安定性など まあ分析上の特性についてはまあ慎重に評価すべきであるという旨がまあ記載されております。まあ、これもあのバリデーションに関わることかと思いますのでまあ評価すべき項目としてそのようなことが挙げられております。で、この QA にはまあ例えばあの最初からマイクロサンプリングを利用する ことを想定するしていること以外に例えば従来法からマイクロサンプリングに切り替えた時の考え方についても、えー、記載されております。QA においては例えばあの、まあ、マトリク用いるマトリクスについては 例えばマイクロサンプリングと従来法との間のバックロール量に関する類似性を示すことが必要となるかもしれないというような記載もありますしまた他に留意すべき点がいくつか記載されていたりしますので詳細は Q&A 本文とご確認いただければと思います次に えー、9の5になります。9の5はマイクロサンプリングではどのような血液採取法が使用できるのかっていう質問でございます。これはあのさ、えっと、最初の方に、まあ、マイクロサンプリングってキャピラリーを使ったり、まあ、DBS を用いたりっていうことをご説明したんですが、まあ、そういったことが書いております。 キャピラリーチューブや他の適切な微量採血器具を用いて微静脈や副材静脈などから採取することができます、まあ、そういったものを用いて採取することができるというものが記載されておりますそして採取された血液っていうのは血液や、まあ、血液由来の結晶や結成は液体または乾燥状態で 薬物濃度を測定に用いることができます。QA には今現時点の科学的水準としてキャピラリーチューブや DBS 等のあ他の適切な微量採血器具を用い,る用いて採取することができる旨は記載しているんですけれども、まあ、今後あの技術革新によってもっとあの異なる採血技術も導入されてくる。 可能性も当然ございますのでそういったものにも対応できるように、まあ、新規に開発された技術も、まあ、十分なバリデーションを行うことで利用を検討することができる旨が記載されております次に、えー、クエスチョン6ですけれども あでクエスチョン6から動物実際の動物試験における考慮すべき事項についての質問になります。でクエスチョン6は主、まあ、試験群における毒性データや動物福祉に対する採血の影響の評価方法は、まあ、どんなものがあるんでしょうかという質問でございます。でまあ、その回答 の文章中にはまあこれから述べるようなことが記載されているんですが,が内容的には試験群でマイクロサンプリングを行う際には動物の生理状態に及ぼす血液採取の影響を考慮することがま重要である旨が記載されておりますまあすなわち毒性評価群 いわゆる主試験群から直接血液を抜くことになりますので、まあ、それによる影響というのを十分把握しないといけないというのが基本的な考え方になりますで考慮すべき主な因子としては、まあ、一定期間中における採血量であるとか採血回数あ,あごめんなさい 一定期間中における採血量と採血回数あとは、被検薬物の特性として赤血球への影響であるとか抗凝固作用血液力学的特性と、まあ、そういった被検物質の特性を、まあ、十分考慮しないといけないという点あと、試験系として、まあ、どのような動物種のど,どの種類の どれぐらいの体重の、まあ、どれぐらいの血液量が存在する試験系を用いるのかということも考慮する必要があるとであと採血部位も考慮すべきであると、まあ、こういったあの要するに主試験群にから採血をする場合には、まあ、こういったことを考慮してくださいよということがあの記載されております。でですので まあ頻回での繰り返し採決は生理学的データに影響を当然及ぼす可能性があるため採決プロトコールというのは適切に設定されるべきである旨が記載されておりますしたがいまして州試験群にから採決を行う場合というのはその動物の生理学的影響をまあきちんと把握するために十分な背景データを踏まえて まあそれに基づいて適切なデザインを設定していく必要があることになります。でその解説の中には、まあ、生理学的パラメーターの評価において、まあ、被検薬群と同じ回数及び量の資料を採取された対象動物のデータを取得して比較を行うことは 例えばその試験で疑わしい、まあ、採血による疑わしい影響が被検薬に起因するものであるのかあるいはまあ手順によるものなのである採血というものによるものなのかということを明らかにするために、まあ、重要であろうという旨が記載されておりますでさらに えー、解説の中には例えばあの、えーっとまあ、以前の試験において、まあ、被験薬による血液パラメータの変化が例えば頻回の血液採取によって悪化した可能性がある場合あるいは被験薬の薬理学的作用がこのような影響を引き起こす、まあ、例えば血液学的な影響を引き起こすことが 疑われるような場合にはマイクロサンプリング技術を使用するとしても TK 評価の目的のためにサテライト群の動物を使用する必要があろうというような旨も記載されております。でこれは何が痛いのかっていうと、まあ、例えばあらかじめ採血による採血によって、まあ、毒性影響が悪化するような状況下であったり例えば薬力学的な作用によって まあ要するにその採血まあ薬理器学的影響によってまああのマ,イクリマイクロサンプリングによるあの影響っていうのをまあ引き起こしてしまうようなまあそういったことのようなことがある場合には例えば主群ではなくってまあサテライト群の動物を使用する必要があろうというようなことが。 まあ、解説には Q&A に,には記載されていることになります。で実際に、えー、Q&A には例えば主軍から抜く以外にも例えばあのその団体代替として、まあかまあ、主,主軍から抜くとして、まあ、科学的に妥当であるならば ススパー,クリングあスパースサンンプリングこれは少数回の資料を採取,採取する技術でございますが、まあ、そういったスパースサンプリングを用いることも可能である旨が記載されております。これはあのスパースサンプリングの例ですが例えばあの主群が10匹いる,いるとしてでまああの N3 のデータを得たいときに、その N3 のデータをポイントごとにずらしていって、まんべんなく抜いていくっていうような技術のことでございます。まあ、そういったスパースサンプリングを用いることも、まあ、科学的に妥当であるならばいいですよっていう旨がガイドラインの Q&A には記載されている状況でございます。 でえー、次にクエスチョン7でございます。液体またはまあ乾燥飼料の処理に関する生態飼料中薬物濃度分析開発やバリデーションにおいてまあ考慮すべき点は何ですかということです。まあ、これはあの分析法のバリデーションに関することなんですけれどもまず一つ目に、えー、回答としましては、まあ、各規制地域の 分析法バリデーション、まあ、各規制当局のガイダンスを満たした分析法バリデーションを行うことが重要であるということが述べられております。ですので、えー、っとでございます。であと次に液体飼料の場合であるとか、まあ、乾燥飼料の場合において留意すべき事項が記載されておりましてまずは液体飼料の場合ですが これに関しましては、まあ、1つ目に資料の均一性の確保、まあ、例えばピペッティングなどによる資料の均一性の確保等についてのことが1つ目、で2つ目に少量資料の取り扱い、これは保存中の潜在的凍結乾燥効果、およびそれに続く凍結誘拐過程。 まあ、そういった少量の資料を取り,取,り取り扱いについて記載されております。で3つ目に、限られた資料量による LLOQ の上昇の可能性。当然あの、えっと採、採血する量が減ってきますので、まあ、感度の点等についても留意する必要があるということでございます。で4つ目に微量容器 キャピラリーへの工業固材の添加による飼料希釈の影響。5つ目に、採取容器への分析対象物質の吸収増加の可能性。6つ目に、飼料の適切な保存状態の維持。で7つ目に、数種の採取方法における 汚染リスク及び反復的な飼料採取の困難性についていわゆるコンタミンのリスクについてですねこういったことについてあの液体飼料の場合は考慮しましょうということが記載されておりますでは、まあ、乾燥飼料の場合どういったことが考慮か しなければならないのかということでございますが、まあ一つ目に薬物の回収率が十分再現性があって、あ、ごめんなさい。で、えっと薬物の回収率が十分再現性があって。 薬物の検出時にマトリックスによる妨害効果は十分小さい方法を選択することが重要であるということが記載されております。で乾燥スポットの一部を打ち抜く方法を用いる場合には特に低分子の薬物では分析対象物質の検出がヘマトクリットの値により影響を受けないということが非常に重要でありますので例えば乾燥資料 を用いる場合にはそういったこともまあ留意しましょうということでございます。で、Q&A のこれが最後になりますけれども、今度は ISR に関し,て関してです。ISR はまあ実サンプルの再分析についてのことなんですけれども、まあ、これも基本的には 各々の,の,の地域のガイドラインガイダンスに記載がある場合、まあ、これらに従ってまあ適切に実施してください実施すべきであるということが述べられておりますでまた実施する場合には十分な資料量十分な資料量複製量例えばスポット容器またはチップ等が、まあ、ISR 用に確保されるよう まあ注意が必要であるということが述べられております。ですので、マイクロサンプリングを用いる場合においても、基本的には ISR のこともが必要であるのであれば、それも十分留意しないといけないということでございます。以上が Q&A になります。で、4つ目からはマイクロサンプリングの使用について、じゃあ今、 まあ世界の状況はどういう状況なのかというのをご説明したいと思います。これはまあパフメイドでまあマイクロサンプリングとブラッドまあ血液をまあ単純にあの入力して検索したものになります。2012年12月に S3A の QA の IWG が発足したんですけれども、この辺り を境に非常に人、えー、数が増えてくるという状況でございますでまず、えー、と最初にマイクロサンプリングに関して、まあ、取り組みが積極的におこ行われております、まあ、欧州についてご紹介し,したいと思いますで欧州では、まあ、国立動物 研究センターというのが2004年に設置されているんですけれども、まあ、マイクロサンプリングの普及というのも目標の一つに掲げられているところでございますでこの、えっと、プロジェクトの中で、まあ、マイクロサンプリングに関しては27の企業と行,行政担当者が参加するワーキンググループというのが設置されておりまして、まあ、マイクロサンプリングを利用するにあたっての 考え方やマイクロサンプリングに関わる情報を多数公開しているところです。でお示しの、えー、とアドレスに、えーまあ、ご興味ある場合は、えー、閲覧いただければと思います。でこの、えー、と中には例えばあのフローチャートのようなものも、えー、紹介されておりますし、 例えば考え方としてのチェックリスト的なものも、えー、記載されたりしている状況でございますでさらに、えー、マイクロサンプリングを導入する際の、まあ、デザイン等についての考え方も紹介されていたりしますのでしますであとマイクロサンプリングに関わる えー、文献等についても非常に、えー、と多くの文献が掲載されておりますので、まあ、これもぜひ活用していくすることは有用かなというふうに思いますでは、まあ、実際マイクロサンプリングが医薬品開発にどの程度利用されているのかということをちょっと文献検索しまして まあ最近の論文をご紹介したいと思います。この論文は、まあ欧米の欧米の三十九社を対象に非臨床試験におけるマイクロサンプリングの利用を調査したまあ論文でございます。三十九社のうち製薬企業体が六十四パーセント、CRO が二十六パーセント。 まあその他が5%からなります、まあそのい、そういった39社のからの、えー、と調査の結果でございます。で、実際、探索的な試験や、ああのまず赤で囲みましたのが、非臨床の部分になります。 で非臨床の部分でどの,ど,のよどの程度マイクロサンプリングがについて実施経験があるのかというような調査の結果でございますがまず探索的な試験に関しては、まあ、お示しめちの18から47%というような企業体でああの、えー、と数の、えー、と会社で実施経験がある。Non G、非の 試験については、まあ、10から 38%GLP 試験については、まあ、0から28%、まあ、そういった、えー、と企,業企業体等で、まあ、実施経験があるというような調査結果でございますでその文献の中にはじゃあ実際薬事申請についてどうですかっていうような、えー、と調査もされております でまず医薬品の薬事申請に際して、えー、約3分の2の企業が、まあ、探索非 GLP 試験でのマイクロサンプリングの結果をでまた、えー半そ,まあ、その半数以下の企業が GLP 試験での結果をそれぞれ、まあ、薬事申請データとして利用した経験があるというような、まあ、アンケートの。 回答でございましたで次に GLP 試験で,での下種類マイクロサンプリングの結果について、まあ、半数以上の企業が IND2 で約4分の1の企業が NDA の申請にそれぞれ利用した経験があるっていうようなえ回答でございました。 でこのようなアンケート調査を見てみますと、まあ、欧米の方では、まあ、独性試験でのマイクロサンプリングの利用が、まあ、かなり普及してきて,ているのだなという、まあ、そういう印象を受けております。では、まあ、実際、あのでは、日本ではどうなのかということをちょっとご紹介し,したいと思いますで。日本での状況はとといますと まあ日本では欧米からまあ少し出遅れておりましてまあ公の活動としましては2014年12月に ICH でのトピックがなされ,たなされましたがまあその翌年の2015年に日本の JBF というバイオアナリシスに関するまあ学会団体が まあ、マイクロサンプリングに関する調査を開始し始めている状況でございます。でその活動は継続して続けられておりまして、でその JBF のシンポ、まあ、学会の中でもマイクロサンプリングに関するシンポジウムが、まあ、2018年、2019年に行われているところでございます。でまたあの、日本の、えー 毒性学会、まあ、これは日本の毒性に関する最も大きい学会なのですが、まあ、この日本毒性学会においても2018年からワークショップが開催されており、まあ、マイクロサンプリングを毒性試験の中で利用する際の留意点等について、まあ、情報発信がなされているところでございますでさらに えっとまあ、これは日本医療研究開発機構、まあ、通称 AMED と呼ばれているものなんですが、まあ、そこからの研究費を得て、産官、学、共同でマイクロサンプリング技術に関して、まあ、検討を要する項目の標準法、確立に向けた研究も実施されているところでございます。でこれは2017年から あの活動を開始していいるところでございますでその研究班では2017年からの5カ年計画で、まあ、マイクロサンプリング技術に関する、まあ、背景データの蓄積複数施設でのマイクロサンプリングを用いた毒性評価、まあ、暴露比較 資料の取り扱い、採決方法の比較に関する、まあ、実験等を参観、学、まあ、で行いまして、まあ、最終的にデータをま,めまとめまして、まあ、技術指針を作成し、まあ、論文投稿する、まあ、そういった予定で、まあ、活動をしているところでございます。まあ、以上があの、まあ、世界や日本での取り組みなのですが。 えっとまあ、ここであのマイクロサンプリングを導入することによる、まあ、メリットや、まあ、デメリットについて、えー、動物数削減の観点からどの程度影響するのかということについてちょっと簡単にご説明したいと思います。これはケース1として、まあ、ラットの4週間の毒性試験一、まあ、群10匹雌雄、えー まあ初回と最終投与後に TK を実施するまあそういったことをまあ想定したものになります一番上のカラムはこれは従来法のサテライト群から採決をするものになりますで当然これはまあここからあのサテライト群ですので個々での採決は実施しませんのでまあ個別評価は実施できない状況です で当然、主試験群に対する影響も当然ないとで動物数については、まあ、1一10匹の飼雄ですので、まあ、80匹でそれに TK 評価群として、まあえー、と対象群も含めた形にしておりますが、まあ、大体104匹ぐらい使われるケースが多いのかなというふうふに思っております。でトータルのサンンプリング数が お示しのように初回であれば144回4週間最終投与後であれば168回の採決が実施されることになりますで実際マイクロサンプリングを利用した場合どの程度の数動物の数等に影響し得るのかということでございますが一つ目は これはあのサテライト群にマイクロサンプリングを実施したケースですが、まあ、これに関しましては基本従来法とは変わらないんですが、まあ、動物に対する負荷というのが当然、えー、っと減ることになりますで2つ目はこれはあの、まあ、あの極端の例も,例も記載していますので、まあ、それについてはあのその点ご留意くださいあの前例について、えーっと 初試験群の前例からマイクロサンプリングを実施する場合の動物数についてですけれども、これは当然、動物数はサテライト群を設けませんので、80匹になりますし、個々の評価も実施しますので、1対1の評価もできる、ただ、採血数は莫大に増えてしまうというようなデメリットもあるかなと思います。 3つ目は、えー、種子原群の動物3匹固定した場合のケースです。4つ目が、先ほどご紹介したスパースサンプリングを種子原群に用いる場合になります。ですので、動物への影響等も考慮した上でとか、まあ、実際の毒性試験の目的に応じて、まあ、どのように、 そのマイクロサンプリングを式、えー、の中に組み込んでいくのかということについては考えていく必要があるのかなというふうに思っております。で2つ目はマウスの例ですけれどもマウスは基本的にはあのー、通常従来法であれば1ポイント1匹から採血することになりますので非常に TK 評価をするためにプラスアルファの動物が必要になってきますこれがお示ししているのがここになりますがいわゆる州試験群よりも多くの動物が必要になってくる状況になるかと思いますでマウスにおけるマイクロサンプリングの導入については実際マウスは体重が少ないので あというか動物が小さいので体重も小さいですし採血量というのも非常に限られていることになりますのでまあ実際、終始見群にそれを用いるかどうかについてはよくよくあの背景データも含めてきちんとあのその適切性については述べていく必要があるのかなというふうに思っておりますそれが1,2,3の例でございます。 4つ目がスパースサンプリングの例ですけれども、これはサテライト群に対してスパース,ス,パースサンプリングを用いていく、あごめんえー、とサテライト群から、えー、と用いていく例になりますが、あのー、基本的にはあのーまあ、動物種、例えばラットであったり、マウスであったり、まあ、そういったものについては、あの動物種 からのまあ可能な採血可能な採血量等も含めて実際どのようなデザインでマイクロサンプリングを組み込んでいくのかということについては考えていく必要があるのかなというふうに思っております。最後ですが、サマリーになります。まずあの今までの話でも いくつかご説明はしているところあるんですけれどもマイクロサンプリングを導入する際に留意すべき点といたしましてはこれはマイクロサンプリングを導入するからというわけでもないんですが基本的には適切な測定バリデーションの確率 それとそれに基づく信頼性のあるデータというのがやはりベースになるのかなというふうに思っております基本的にはこれは従来ほど変わらないかなというふうに思っておりますで2つ目に動物に対して採血を行った際の生理学的毒性学的影響に関する背景データの収集っていうのが非常に重要になってくるかなというふうに思っております また3つ目に実際マイクロサンプリングを導入していく際には、まあ、その試験目的であったり化学物質の毒性薬力学的特性を踏まえた上で、まあ、適切な試験デザインを設定していく必要があるかなと思います要するに背景データであったりあの化合物自体のポテンシャル あと目的を踏まえて、まあ、どのようなマイクロサンプリングを計画していくのかっていうことを、まあ、実験者側が考えていく必要があるのかなというふうに思っております。であと4つ目に、えっと、基本的に終止縁群から採血をする場合っていうのは当然あの、えっと、実験者の技術いわゆる採血技術によって出血して出血して、まあ、しまう。 技術っていうのも試験に影響することになりますだからそういったことも十分留意する必要があるかなというふうに思いますそしてそれに加えて実際の採血操作によって動物が死亡してしまうリスクっていうのも当然ありうりますので州試験群にからマイクロサンプリングを実施する場合においてはそういった可能性も考慮した上での 試験デザインの設定が必要になってくるかなというふうに思います。最後になりますが、独、まあ、性試験にマイクロサンプリングを導入するにあたっては、まあ、これはもう繰り返しになる,なるんですが、この QA というのは大元に S3A のガイ,ドラインガ,イダガイドラインがあって、それの QA という位置づけですので、基本的には 適切な測定法の確率が基本であるその上で導入していくっていうことが重要になってくるかなというふうに思っておりますそして毒性試験へのマイクロサンプリングの導入に関してなんですが、まあ、その導入することのメリットデメリットあと十分な背景データあと危険物質の特性等を踏まえた上で そのデザインについて十分検討する必要があるのかなというふうに思っております。あと最後になりますが、マイクロサンプリング技術の普及を介して、より良い毒性評価となることを願っております。以上になりりまますごご聴ありがとうございました